初めて箱を届けに上がりました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。生まれてきてくれて鈴木しおりです。心が穏やかで人生の波も乗り越えれるような、そして凛々しく生きてほしいっていう意味でしおりとつけました。名前はお姉ちゃんがつけてくれて、で漢字を主人と私で考えました。すごい可愛がってくれますね。抱っこしてくれたりとか、すごく助かってます。どうですか、妹ができて。嬉しい。大きくなってから遊びたい。賑やかで仲いい。そうですね、笑ってずっと笑っときたいね。パパ、女じゃけ責められる。一生懸命頑張る、ただそれだけです。パパもママもお姉ちゃんのしおりが生まれてとても嬉しくて、いろんなところに早く遊びに連れて行ってあげたいです。そしてできる限り長く一緒に過ごせたらいいなと思います。しおりにお願いが一つあります。ママとお姉ちゃんとしおりでパパのこといじめないでください。お願いします。これからもみんなで仲良くしようね。生まれてきてくれてありがとう。